吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。昨日は町田市議会の本会議が地震のために途中で流会となりました。その後議会では災害対策委員会等開かれまして、いろんな状況の情報収集をして翌日に至ったところです。今日は実は町田市では子どもマラソン大会が開催される予定でした。私はそちらに出席予定でしたが、もとよりこのマラソン大会は中止となりました。さらにこの春の甲子園大会、地元では日大三高が出場することになっておりまして、日曜日に壮行会が行われる予定でした。そちらにも私も出席する予定でしたが、この行事も取りやめということが昨日中に議会にいる間に伝えられました。こうした皆さん方に対するご案内は先にブログで今日は案内しました。実は昨日撮影した分のこの動画をアップする作業が続けておりましたので、今日はブログからスタートしてこの下ご案内はお知らせしております。今携帯カメラで撮影しまして、このことをお伝えしております。なお町田市内では小山ヶ丘のショッピングセンターコストコで、この建物のスロープが倒壊をして、そちらに車が挟まれるという事故がありました。こちらも昨日中議会の間に知らせを聞いてました。そしてその後出先で、このそうした皆さんの中に渋滞者が出たというのをテレビニュースで知りました。その後の状況は確認しておりませんが、この大事に、できるだけ大事に至らないよう、他の皆さん方はできるだけ解消、この軽症で済むことを願っております。その他各施設で、いくつかの物損が出ておりまして、市議会は大きなこの損傷を受けたところです。大的な調査をするまで、町田の市議会の本会議場を使用することはないだろうと思っております。その間、別のこの文庁舎等の建物の会議室を使用することになります。とりあえず議会の状況と町田市近辺で発生しました事故の状況を皆さん方にご案内しました。終わります。